皆さん、こんにちは。大家族シリーズの中でも特に批判が多かった坪池。大家族坪池が放送されなくなってから10年以上経ちましたが、なぜ放送されなくなったのでしょうか。今回は坪池の虐待や死去の噂、現在について紹介していきます。坪池は当時茨城県佐島町現坂東市に住んでいた大家族です。三男九女の子供たちの14人家族で構成されています。母親の静子さんは父辰徳さんと再婚で、長男典之さんと長女の鮎子さんは静子さんの前の旦那との連れ子となります。坪池の話題で必ずしも話題に上がるのが九女の南ちゃんの存在です。2010年の放送時には女は8女までしか出演してませんでしたが、実は九女が存在していたといいます。2005年10月に坪池の九女として誕生した南さんでしたが、1歳の頃にお風呂で溺死するという悲しい事故が起きました。亡くなった状況としては母親と昼寝をしていた南さんでしたが、先に目を覚まして一人で風呂場に行ってしまい、誤って浴槽に落ちてしまったとのことです。ネット上でこの事故が長く語り継がれるのには理由があり、実はもっと悪い状況で亡くなったのではという憶測がありました。近所の住民が救助が亡くなった状況に疑わしい部分があると言及し、そのような憶測が出始めたそうです。なんとも静子さんが半ば育児放棄状態にあり、子供たちに南さんの風呂入れなども任せていたことから、お風呂の入れ方を誤って事故が起きたのではというような推測がされているのです。ただ何も証拠もないので、今のところだたの想像でしかありません。そんな坪池は大家族シリーズの中でも比較的に高視聴率をマークしました。高視聴率の理由は父辰徳さんと母静子さんの悪い意味でのインパクトです。子供らへの横柄な振る舞いと両親の家庭内の無秩序ぶりに視聴者は衝撃を受けたのです。静子さんは12人もの子供を産んだ母親でありながらもヘビースモーカーで、未成年の子供たちが密室にいるにもかかわらずずっとタバコを吸っており、毎晩のようにお酒を飲んでる姿も映っていました。坪池を語る上で母の連れ子である長男の典之さんと長女の鮎子さんの存在は欠かせません。また長男の高校進学を阻止したり、長女の自立を妨げバイト代を徴収し続ける様は異質でした。そんな坪池の長男である典之さんは高校への進学を希望していました。2001年当時の中学3年生にとって高校に行くことは至って普通のことです。しかし坪池の両親は長男が高校に進学したいということに対して、親高校という高校に行けと拒否。そして長男は父の辰徳さんの家業であるとび職人を無理やりに継がされたのです。15歳の若さで自分の将来を無理やりにとび職にさせられた長男の気持ちを考えると胸が締め付けられます。さらに父のとび職に弟子入りした典之さんに日当として支払われた給与が500円だったことも最悪でした。そもそも長男は父の実子ではなく連れ子です。連れ子に対してこのような仕打ちをするのは虐待以外の何者でもないです。家では下の子の世話をしたり素行が良かっただけに、視聴者からは多くの同情を買っていました。また長男と同様に母の連れ子だった長女の鮎子さん、長女が両親に避妊具をプレゼントしたシーンは当時とても話題になりました。鮎子さんの気持ちを冷静に考えると、自分の実の父ではない男と母に避妊具を渡したのですから、かなりきつかったと思います。しかし両親はその後も子作りに励み、妊娠すると子供たちの前でめでたく10人目が誕生してましたと発表。子供たちは長女筆頭にめでたくないよ、やだって言ったじゃんとブーイングが飛んでいました。中でも鮎子さんが最もかわいそうだったのは静子さんからの扱いです。母は牛丼屋やガソリンスタンドなどでアルバイトをして稼いだ鮎子さんのバイト代を巻き上げており、長女は自分の買いたいものが全く買えない状況でした。そして
あゆこさんは家を出ようと決心し、家を出て一人暮らしをしたいと両親に宣言すると、しずこさんは激怒、理不尽なことを叫びながら、あゆこさんを殴り続けるという虐待の場面もありました。そんな坪井家の現在ですが、2010年の最後の放送後に離婚しているそうです。また、2010年の放送において、母のしずこさんが、もう離婚したいと口をこぼしていたことがありました。その理由は父の酒癖の悪さと借金です。辰徳さんは弟の借金の保証人になってしまい、弟が蒸発してしまったことから多額の借金を肩代わりする羽目になりました。月収40万円では家計は回らず、生活費や教育費などが犠牲にしながら、父はお酒に浸る好き放題な生活ぶり。放送打ち切り後に父と母が離婚。理由はやはり父の坪井辰徳さんの借金回りが関係してると言われています。なんせ父は過去に何度か詐欺まがいの行為を働いて金銭トラブルを起こしていたというので、その可能性は高いです。現在のネットではお金にまつわる犯罪行為を犯したため離婚につながったという情報が有力とされています。子供は現在については長男の範之さん以外はほとんど詳細不明でした。現在の詳細が分かっている長男の範之さんは辰徳さんの圧力で飛び職人にさせられましたが、その後に自立、目覚ましい努力の末、父親の下で7年勤めてから2008年に南工業という外壁工事店を立ち上げ、2019年に法人化し株式会社南になりました。そして設立した同社の代表取締役に就任しています。長男はもともとは性格もよくイケメンだったことから、現在は父の呪縛から解放されたことを祝福する声が多いです。ちなみに立ち上げた会社名株式会社南には、2005年に1歳で亡くなった九女南さんの名前を入れています。供養したい気持ちがあり、忘れないことが大切だとして社名に九女の名前を入れたそうです。現在もイケメンでとても頼もしい男性のように見えます。また次男の天太さんは両親の離婚後自立して結婚したとの噂があります。兄である範之さんが会社を立ち上げる際にはサポートしていたそうです。しずこさんに暴力を振るわれていたあゆこさんは両親の離婚後は自立して結婚し、その後離婚しているとの噂があります。そしてしっかり者として知られていた次女の桃子さん、両親の離婚後は自立し結婚したとの噂がありました。その他引き取られた三女さくらさん、四女しずるさん、五女未来さん、六女かりこさん、三男りゅうたさん、七女ななみさん、八女千春さんの七人の子供たちについては放送終了後は一般人となっているため、子供たちの現在の様子について情報は出回っていませんでした。いかがでしたでしょうか。今回は坪井家の虐待や死去の噂、現在について紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。